じゃあ行きましょうか。向こう側行った方がいいか。すごいね、霧が。霧すごっ。ガスってますよ。ねえ、川の流れはすごいね。ワクワク？杉谷さんですか。ねえ、もやってるね。こんばんは、原さんね、いらっしゃい。これなんで、神蓬莱橋？うん。福島県。まあ、かなり有名なとこですね、これね。うん、こう有名。飛び込みね。何これ。何、あ、この、あ、あれなのね。草があって邪魔だったのね。そう、吉井さんについてですね。吉井さんのね、YouTube よかったら誰か貼ってくれるかなとですね。入ってあげてくださいね。こんな感じです。でもほら、意外とほら、明るいから。明るいね。うん、ほら、電気つけなくても。雰囲気はあるよ。よしさんね、ツイキャスやってるねよね。YouTube ほら、人数が少ないと配信できないんで。うわ。すごい音してるね。うん。雰囲気すごい、ほら見て、もう網だよ。自殺防止そうですね。検査あるよ。うわ、すごい。結構車が来るね。ほらね、すごいし、車多いね。これは登るの大変だな。つけたんだね、後付けでね。危ないから。音がすごいじゃん。濁流が。すごい？台風と雨降った後なのかな。ね。すごい下見えんだ。登れないな、これは結構。音すごいやん、音が。すごいよ、結構下がけたね。そう、カーブしてんの、これ、ちょっと、ほら、見てみて。うわぁ、すごい濁ってる。濁ってるでしょ。すごい。わぁ。すごい上水が。水量いっぱいな。水の量がすごいっすよ。怖っ。怖っ。これは一個だな。じゃあ、ちょっとね、写真も撮っておこうな。骨格だからね。ね。いやー、ここ神蓬莱橋ですね。ネズミ返し。はい、皆さんこんばんは。どうもね、いらっしゃい。ちょっと飛ばすね。はい、山本さんこんばんは。いらっしゃい。ピント側に電気つけないとダメだね。ね、すごいね、濁ってる。水の勢いがすごいもんな。見えないね。金網がすごくてね、見えねえ。同じ道？これすごいよね、濁ってるね。濁ってる。水の量がすごいよ。水の量がすごいっすよ。ほら。すごい。濁流って感じで。ここからのも見えんのか。あ、みんな見えねえな。みんな見えない。濁ってる。早いや。
水がだからすごいんだよ、もう動きが速い速い。こっち側は通常少ない。少ない。少ないんだ。で、こっち溜まると。あ、まあ、水が溜まっちゃうんだ。こっちが通常な。うん。あ、そうなんだ。ちょっとこっちはもっと深いんだ。うん、深いんだ。ってことはじゃあ今すごいんだね、こっちね。うん。こっち車通るからな。そう、こっちは行けないんだよ。行けないね。昔ね、ここまでね、あの、車通りね。最近、これ、マイコーナーあったっけ？なかったよね。あ、でもドルサイクターであったよ。あった、もうあった、もうあったんだ。じゃあもうその頃から多かったから作ったんだね。後付けでしょ、これ、うん、最初これだけですよ。そう、これからじゃ飛び降り少なくなったんじゃない？これひねってるからね。でも登れって登るよね。登れるよ、これだってまたぎはだって上がり、上がりでも登録だってさ、うん、どういう足掛けに使ってくださいね。うん、登れちゃうじゃん、小足になってほら。で、これはグーって頑張れば登れるじゃん。うん、まあ本当だ、ほら本当に登らせないんだったらこさらにこうえぐるからね。ね、うん、中学校のにここに遊びに来て、うん、下に花火ぶん投げて遊んだりね。下行けるんだ。行けるんだ。じゃあ今日は危ないかな。あ、まあいやね、今日は無理だけどね。そうなんだよな。あと車通りがね、前こんななかったよな、私も。うん。まあ今日土曜日っていうのもあるからね。うん、ドアつけるとか。うん。意地でも登ると思うよ、なんか死んだやつはね、やっぱり。強い風。ん？網？網なのか。なんか飛んできた。うん、車多いよね。そう、意外とね。はい、Nさんこんばんは。いらっしゃい。上山白いの、ちょっとガスってるね。そう、明日山形なんだけど、ちょっとね電波がね怪しい。下切りですごくなんか見えなくなってる。うん、まあそれは無理だと思うね。明日山形なんだけど、ちょっとね滝不動がちょっと残念ながら 3G っていう噂がある。で、熊がいるっていう噂がある。速攻で終わらせないと危ないかなって。となると一箇所行けるかなっていうところなんでね。まあ、ちょっとそこは行ってみるけど、うん、ああ軽井沢大橋ね、もう渋滞したからね。はっきり？これでまあね半周かな。全然見えねえ、ほら。わかる？これ。すごい高いんだ、結構。水もすごいあるし。高いね。うん、滝うどん行きたいけどね。熊情報あったからね。で、電波がないみたい。うん。もうちょっと明日にならないとわかんないな。うん。うん。いや、明日ね、できるかもわからないね。ちょっと。両方とも微妙なとこなんだよ、電波が。電波が長いとちょっときついんでね。そう、録画になっちゃうかもね、滝うどんはね。ちょっと厳しそう、なんかどこも見ると、エリアを見ると 3G っぽいんでね、今日調べたら。うん、熊も出るってさ。うん、熊注意看板いっぱいあるって。で、もう一箇所の方調べたら、もう一箇所の方も熊が出るんだ。さらに電波がちょっと難しいところなのかな。うん、高いでしょ。まあこんな感じなんですけどね。うん、そう、今ほんとクマやばいからね、冬眠前だから極力ね。うん、あ、ほんと小島さん、もうね、あのね、
お知らせがね、ちなみにもう来ないと思ったのがいいと思う。なぜなら YouTube がそういうトラブル出てるから、今たまたまね、通知来た人は来てるけど、昨日全然通知来てないから、そう、その前から、だからちょっと今難しいところなのかな。来週の月曜日とかになると多分アップデートで治ればいいけど、うん、今日は来たみたいなんで、ほんと賭けなんでね。あ、小手さんありがとうございます。それじゃね、どうもね。日本に来そう、またまた出かけなきゃダメじゃないか。じゃあまた台風来んの？いつ？来週？ちょうどね、こちら、帰ってきそうな頃、21日ね、日本にちょこっと接近するから。マジ？その様子見て、ちょっとダメだったらもう帰んないで、もうあ、帰んなきゃダメだからな、1日は。1日は帰んと。最初ね、今回の20号は日本に影響ないって言ってたんだよ。あ、本当通知来なかった。そう、できなかったもんね。通知来た？え、2つも帰る？2つも出てるの？やばいね、本当に。見えねえな。24日ごろ来んの？24日で帰るんだよ。マジ？24日なの？24日帰るんだよ。え、20号と21号か、入った。台風だよ。やばいね。どうした？ヨッシーさん身がいないよ。あ、もちろん前に、前に。前にね、ヨッシーさんは。やばいな、どうしようかな。じゃあバケタンを。最悪だね、ほんとにね。身がいないよ。ブルーだね。20日は22日25号ね。21号は20号。大勢だね。ねえ。だから温暖化なんだよ、温暖化。だすげえもやってるな。すごいぼんやってる。台風やばいね、ほんとね。気温高いからね。だって高いもん。青森寒かったけど。こんな感じ。ね。暖房いらない。そうだね。すごい、俺燃えてる。山口寒い？マジ？本当に寒いの？どうしようかな。電波がね。そうだね、台風がね。でもそんなでかくないんですよ、今回の。役立つもの？相田さん、すみません、スパちゃんね、ありがとうございます。今日暖かいね。青森とやっぱ秋田が寒かった、やっぱり。
岩手も寒かったけど、その3つは寒かったわ。うん、ありがとうございます。どうもね。色って結構ね。はい、こんばんは。イブね、イバラさん、こんばんは。本当山形寒くない？ね。西日本大丈夫かな今度ね。行けるかね本当にね。行ければ行けるね。最悪一回家帰って一日、うん、そのまま帰る日に、うん、次の最悪次の日ですね、うん、もう泊まりに来ちゃうの、うん、もう即、うんうん、そこで支払いをしちゃって多分来てるから、うんうん、これはいつの間にだから、うんうんうん、銀行振り込みだからさ、うん、雨降ってないよ、うん、霧がねすごいね霧ね、うん、霧がすごい。そう、無事だね、うん、そうなの、一回ね、あれまあ多分大事だと思うんだけど電気が来たんだけど、ガスと水道が来ないからガスと水道払わないと、ね、これはね、福島県の、ね、なんだっけ、上蓬莱橋だっけ、うん、まあ、自殺者が多いというところですね。そう、いや寒くないんだこれ、また今日すごいあったかいの、ま、たこれで全然暑いの、暑いんだもん、うん、ぶっちゃけこれ脱いでもいいもん、うん、ぐらい あったかいの、うん、そう、本当にそんだけね、今日あったかい、うん、また来る、はい、通うね、了解ね、あれでね、まあ、明日は一応山形なんでね、まあ、電波あればやると思うけど、なかったらちょっと分かんないよ、ごめんね、ちょっと明日。そうなるともうね、次の火曜日なんですよ、やる予定は、心霊配信が。それが雨の予報なんで、ちょっと難しくなってきたんですね、新潟が、うん、そうなるとまた来年あたりにね、ちょっとね、行けたら新潟行きたいなと思うんだけど、時期的にね、うん、もうすぐ多分雪降っちゃうから、そう、あったかい雪の方が見て一番大きいって大きいんだ、うん、もう北朝鮮行けばいいのね、中国は、ね、なんで行かないの、韓国と行かないんだよな、日本があるから行かないんだよ、また会えるかな、どうだろう、全部一部が好きでさ、また海で来るとか、うん、来週あたり来る、来週ちょうど帰るんだよね、木曜日にね、で、また日曜日に出るんですよ、そう、だからもしかしたら前もってもう移動しちゃう可能性もあるよね。だから下手すると金曜日でもオイル交換しなきゃいけないから、うん、土曜日だな出ても、うん、いやもしやばそうだったらもう近くのホテル泊まるよ、うん、うん、今行った？アイプリンさんも思うね。ああ、リョウタさんおめでとうね、明日運動会で頑張ってね、おめでとうって言っといてね、うん、そうなんだよね。そうするとちょっともう今日終わっちゃうね、明日は俺はダメになっちゃうと、まあ、とりあえず一箇所ぐらい行きたいとこなんだけどね、ほんとうざいよね。いやでもね、オイル交換したいから、もうすでに2000キロちょっと超えちゃうから、もうすぐで2000キロだから、一応3000キロ大丈夫なんだけど、年には年をもう一回やっとこうかなって、うん、だから金曜日はちょっとね厳しいかな、とにかく金曜日に台風うちの方来ちゃうんだったら仕方ないけどね、うん、うん、ナビを交換しなきゃいけないから、どうしよう、だから逆にあれだよね、もう家は離れるよね、台風来るんだったらね、とりあえずホテル泊まっちゃう、ホテルね、車はね内緒ですよね、
まあハイブリッドですね。そう。可能性もないとは言えないけどね、ごめんなさいね。一応予定では明日と、まあ、火曜日の日に予定はしてるんだけど、ちょっとだけね。あと天気次第だね。今日はまさかのね、雨が結構長引いちゃったんで、全部できたから、とりあえず寝かせてもね。明日はもしかしたら今日の分あるから、疲労も考えて、ちょっと一箇所になるかもしれないし、ちょっとまあ、明日ね、もう一回、ね。天気はいいと思うんだよ、天気は。問題は電波なんだよ。そう、電波なんだよ。電波があるとこを、ちょっと探してみると。そう。かなり低い。本当？ちょっとね、今見る感じだと、山形ちょっと厳しいのかな。あの、あれが、電波が。そうだね、あるんだけど結構電波がないとこばっかなんだよね。一箇所だけちょっと霊園が怪しいとこあるんだけどね、そこもちょっと熊が出そうな感じ。あとはなんか止めれれば踏切かな。もうそこしかないんだよね、あとね。そう、止めれれば踏切あたりかな。候補的には一応2カ所の候補で、踏切、まあだから地元の人だったら分かんないんだけどね、踏切か霊園、がちょっとチャンスがあるかな。ただ踏切がちょっと止めるとこがないから、車がね。そう、熊と電波、そう、山形多いからね。そう、今の時期ちょっと結構やばいから、熊も冬眠前だからちょっとね、危ないんだよね。はい、皆さんこんばんは。行く？ちょっとじゃあ、行きますね。ね、はい、攻めたりさん、ね、攻めたりさん、攻めたり、結構車通んねえ。やっぱ土曜だからじゃないの、これ。平日だったら多分通らないでしょ、あんまり。 ね、土曜だからじゃない、やっぱりほら、みんなほら、雨降って、もこの時期は誰も来ないね、知り合いとかね、有名だよ、こう。夏は多分すげえ来ると思うけど。お、え、なんでこれ、何これ、お札、やばい、見ちゃダメだ、皆さん、このお札を見ると呪われる。そうね、だから今のところ山形候補ではちょっと滝不動がちょっと候補的に厳しいかなって。でもちょっと僕もね、滝不動はちょっと録画を撮りたいなとあるから、まあ録画の撮りでちょっとね。いや、今あれだったよ、日本酒の瓶、割れちゃってる、見ちゃったもん。あらら、言ったでしょ、見ちゃいけないって。あれほど言ったの見ちゃったの。そうなると、あの孤独死のおじいちゃんが出てくるんです。八木山橋、八木山橋行かないよ。八木山橋取らなかったな今回。お城今日も行ったんだけどな。見ちゃったのか。八木山は熊出るよ、あそこも。熊看板あったもん。そうね。で見たらやっぱり、あ、出てたね。目撃してるね。今あそこほら木が倒れちゃってるからちょっと封鎖してるんだよね。そうそう。今回の台風でね、やっぱりね。みんな結構爪痕すごいんだよ、あの台風は。ん？何が？ここ？あ、この辺なんだ。この辺が飛べたの？おばあちゃん？いや、それはわかんない。俺が知ってんのは、中学生が見つけて。あ、なるほど。釣りに来た中学生が遺体を見た。見ちゃったの？こうやって乗れたら、いや、下歩く、下、あ、下で、あの、間近で見た、間近で見たの。もう潰れてたでしょ。そう、だから、広がったりしよう。もう多分、おそらく、もう多分腕も取れてると思うし、すごいよ、多分。トラウマだろうね、見ちゃった人はね。いや、透明、だからね、
そう、なかなかそのほら身もあるかもしれないけど、その見た人のね精神的なダメージがね、そう、そこがね、まあだから鬱とか入ってんじゃないかな、やっぱ友達も入ってたもん、俺の友達も亡くなる寸前に6月の前半に会ったのね、会った時にもうその時点で俺はその両親と言ってたの、お父さんお母さんにはちょっと怪しいっすよ、あの自分でほらもう何十年も付き合ってる人だから、もう初めて死にたいって言葉が出たから、うん、いやいや、その生きてれば何かあるぞって言ったんだけど、助けられなかった、俺もねやっぱ助けられなかったからね、うん、しかもなんかいきなりだよ、あの事件あんまり亡くなってね、亡くなる寸前までゲームやってたからね、俺貸したやつ女の子になったのね、あで亡くなった時間が5時だった朝に、首吊りだったの自宅でね、だけどゲームが45分までしたんです、4時な、だから終わって15分後にね小町が亡くなったんだけど、まあ当然ね、あの遺体はあの死亡解剖されちゃうから結局連絡があったのが2日後だったけどね、うん、皆さんこんばんはね、もうだから首はもう巻いてたしね、うん、もう口は開いちゃってたし、うん、それで出てきたの？首は開いちゃって出てる、そうそう、もうだから釣ってたみたいだから、だから俺言われたんだけどね、あのほらお葬式終わった時に俺は、うん、上見るって言われたけど、いや見れないって、うんうん、なんかね見たくなかったな、うんうん、もう大体わかるんだ、あっそれやってんなっていうのが、うん、2部屋あるからね、そのまたぎがこうタンスが、タンスにあの、あるじゃん、なんていうの、襖があって、上にこうちっちゃいのあるでしょ、うんうんうん、あそこで、まあ間違いない、多分あそこしかなかったから、うん、ね、やっぱりね、そういう気持ちもわかるけどね、やっぱりどん底味わった僕はね、もうそれ以上落ちないからね、そっからメンタルが強くなったね、やっぱりね。うん、だからやっぱりね、人間ほらいろいろ辛いこともあるかもしれないけどね、最終的にはみんな苦しむのよ、ほら老衰で亡くなった人の皆さん見たことないでしょ、みんな肩呼吸するのよ、肩呼吸って人分かる、そうそう、最後は絶対これで来るからね、これがもうね、だいたいこれあると24時間以内だから、それが一番苦しいよ、見てるとね、そういうこともあるんでね、バナナはね、すごいよ、あれあれクマだ、危ない危ない、クマ、そうね、皆さんもね、あのちょっとほらね、そういう人もいるかもしれないけどね、もう死にたいってあんまり言わないように、皆さんね、生きてればいいこともあります、悪いこともあるけど、うんうん、本当老衰苦しいぞ皆さん、本当にかわいそうだもん、本当に見てて苦しんでるよ、あの肩呼吸は本当にもう寝られないからね、目開けててね、それに比べたらまあね、一瞬だからいいのかもしれないけど、うん、マジ最後にボコンされて、うん、危ないよそいつもね、クマ楽しんでる、堀さんなんか楽しんでそうだね、うん、いやでもすごいね霧がね、この音がすごいもん、そういう止めてもね結局やっちゃうんだよ、もう助けられないんだよね、ほんとメンタル強くなる前に無理なんだよね、そう言わないでね、皆さん頑張ってね、ね見てください、霧がすごい、ほらほら見える、ちょっと見える、霧だよ、ほんとに見破ります、34歳の方も若いな、この友達も38だっけな、でももう10、もう10年、39だ、もう9年か、そうだ2010年だもんな、もう9年だ、早いな、
ね。あ、違うよ。もう10年だよ、10年。もう10年だ、友達は。俺が配信やる前の2010年の前だから。そう、2009年だな。2009年の6月に亡くなってるから、終わりにね。だもう10年だ、友達。10回忌だ。もう39だね、友達ね。早い、もう10年経った。すごいね、煙が。霧が。そう、ありますね。僕もね、やっぱり結構今回の旅行で、もう、ちなみにもう8、ねえ、何キロ7000キロぐらいでしょ。7000キロぐらい、今7000ちょっと走ってるんですね。日本全国を今回ってて、残りもあとちょっとなんですね。まあ結局あの番外編のですは一応道は通ってるんですね、広島も。だから全部の、まあね、市とか県には通ってるんですけど、まあ、配信的にそのね行ってないとこまだちょっとあったんで、全部は行けてないですよね。ほぼ全部回れるかな今回でね。やっとこうね、ほら、青森まで行って、ね、岩手行って、宮城、昨日宮城ですね。秋田も行きましたね。で、今日は福島でね。で、次、山形が明日ね。初めてなんですよね、山形がね。ほんと非常に楽しみにしてるね。明日は米沢牛ですか。米沢牛。高いです。高いね。満です。米沢牛食べたいな。食べたいな。米沢コロッケで我慢するか。コロッケ昨日、あれ今日、毎回今日だっけ。今日はだってあれ昨日か。昨日は牛タンじゃないですか。でも牛タン何気にあれ1500円ぐらいなんだ。昨日か。そう、高いけどね。昨日のなんだ、なんか昼飯じゃなくて昼飯に米沢牛なんか高くて食えないよね、吉田さんね。いいんですね、万でしょ。万万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 万行くや、行くよ。だってあれ、この間、あの、なんて、前沢牛のコロッケ、ま、見たら、すごい高かったよね。あ、コロッケじゃないで、肉高かったね。肉高かったね。9000とか、1万円とかして、このオーバー。コロッケだって300円、いくらだ。しかも、オーバーのマグロいくらでしょう、中トロ、このぐらいで。このぐらいで、中トロ。中トロ。いくらでしょう、売ってたの、オーバーさん。1万円ぐらいする。いや、そんなしなかった。そんなしなかった。あ、ちょうどそのぐらいの大きさか。そう。7000円。7800円。7800円。赤身が5000いくら。高いね。まぶしいな、お前。つけるぞ、この野郎。まぶしいよ、お前。お前つけたら、お前運転できなくなるんだよ。そしてこきやがって。ね。食べれないぞ。いや、コロッケは300円だから食べれるでしょ、うん、コロッケだったら食べれるでしょ。でもコロッケ美味しいよ。前もね、米沢行ったことあるんだけど、うん、コロッケだった、美味しかった、うん、そう、米沢牛かは米沢の方が美味しかったような感じなの。僕は牛タン美味しかった。昨日でも1500円ちょっとだよ、うん、意外とリーズナブル。そう意外とリーズナブルなんだよ。あんな分厚くても柔らかい。そう、柔らかいし。だって今日だって1500円ぐらいだよね。ね、あのね、美味しかったけど。そう、ただ暑かったんだよね、うん、そう、汗かきながら食べてたもん、3人とも。コロッケは食べるでしょ、うん、でね、皆さんちょっと今ね、福島のお土産があんまないんでね、ご当地みたいな。まあ一応何個か買ったんだけど、あ、で一応会津の方またね、会津泊まるんで、そこでちょっとね、あの会津若松の方行くから、そこでちょっと何かあればね、買っていこうと思ってね。すごいね、お荷物ね。ヨシさんもね、ちょっと今日すごい、ね、もう帰り、うん、荷物がポンと、こう2個両手にね、あのそう、両手に。そう、しかもこれなんていうの、これカバンみたいなのがあるでしょ、あれです。そう、買ってきたんですよね、お酒とかね。そう、福岡のあれ、福岡だからね、はい、あれ、豚骨、うん、あれ美味しいと思う、うん、ね。お酒は分かんないけど、うん、お酒あれどこだ、高知、高知だね、高知、高知、高知、1個高知と青森、あと青森、うん、山形も美味しいでしょ、お酒って。青森じゃなくて、秋田じゃなくて、秋田じゃなくて、山形でしょ。山形の、あ、違う、買ったやつは秋田じゃないでしょ、青森、青森、うん、
秋田だっけ、秋田だっけ、結局人の好みだからね。まあそうだよね、そうだね、そう吉田さんお酒強いからね。あとはそう、あとは山形ちゃんも弱い、弱いの、僕のビール飲んでるんですよ、うん、まあ、家で飲んだ時の場合だけど、うんうん、500飲んじゃうともう寝ちゃうから、あもうダメなの、前俺なんか酔っ払ってなんかやつ放送で、なんか今聞いたのしましたね。お酒美味しいんだ、みんな好きなの、お酒飲めんのみんな、すごいね。あいつ白虎隊、白虎隊はね、あの夜は全昔やったからいいんじゃない、てか旅館だからあの別邸行くんで、高級旅館行くんで、そんなもうシニアさんができませんよ。まあ、あの皆さんの中はあの露天風呂でここ見せますから、こういうとこですからね、ぜひともどうぞっていうことです。よしさん強いです、日本酒バリバリ行くでしょ、ねえ、やばいぐらいね。うん、あれ吉田さんいくつだった？これ43度。あれ43か。それ6つだんだ。じゃああの当時会った時が何年前だっけ？5年前だね。5年前だからまだ30ね。6、7？だよね。うん、俺まだ前半だったもんね。うもう後半だもん。昨日か、上司さん今いくつぐらいって聞いたときに言ってたけど、うん、ちょっと違ったじゃん、ちょっと違ったね、うん、俺もね忘れがすごいんだよ、うん、ケツさん持つと今日すごかったから、ケツさんすごいよ、またか、もう朝からすごいよ、また言うの、ちょっとね、あの皆さんやばいかもしれない、ちょっと認知症、地方、昔で言う地方症予備軍、予備軍、うん、間違いない、うん、あのよくね昔の人のことをね、昔の人のね、みんなに知られる、そう、知られちゃう、でも本当そうなんよ、あの物忘れがちょっとね、うん、ちょっと俺もそうだけど、うん、今朝そう、カバンごと忘れちゃうし、俺がね、あのホテル朝出る時も雨降ってたから、しかもあのね、俺さんがゲートのピッて上がるじゃん、駐車場、そこで降りたんだけど、そんなところで待てないじゃん、普通は次の車来るかもしれないの、と言ってたの、そしたらふって横見たら、なんかケツ走って向こうの駐車場行くの、何この人見てないの、周り見ないのって、周り見ないって言ったのよ、そしたら怒っちゃってちょっと、でまたちょっと行ったら、また今度今日ホテルチェックインしたらね、ね、ああね、ね、ね、カバンを一個忘れてこうエレベーターに乗ってたから、ケツさんカバン、カバン割りそうな、で一人乗ってたんだけど、ちょっと笑いそうな顔してるよね。いや、リュックサックにしたの、いや、リュックサックしてて、ね、リュックサックとあの、そうそうそう、あのキャリーバッグと、もう一個このあるじゃん、カバン、あれ忘れちゃったの、ライトの、そうそうそうだから俺が見てたから、あれ忘れてる忘れてるって言って、うん、リュックね、うん、今日はちょっと多いよね、リュックだよね、リュックね、リュック忘れてる、リュック忘れたんだよね、だから見ないから、ね、あのほら、持ち物見るときに絶対見た方がいいよ、けどもうそしたらもっとこう行っちゃうの、実力ね、うん、西日本の時ね、他にもね、忘れたのあったんですよ、何、あのね、うまい薬をね、忘れたんですよ、そりゃいいけど、そんなのそりゃいいけどね、そうでもほら、うん、僕が知ってる中ではやっぱ認知症に うん、なっていく人って昔のことはよく思う、鮮明に覚えてるのよ、ね、昔のことね、わかる、昔のこと、昔のこと、例えばほら、昔の仕事のこととかね、ああよく詳しくね、よく仕事のことをね、うん、話すから ね、うん、ね、それを見てるとなんかね、うちの親父に似てんだよなと思ってね、アルツハイマーかな、多分聞いてます、うん、僕が思うには、うん、テストやりましょうか、テスト40点中、いや40問中20点以下でアルツハイマーです、うん、はい、今やらないと、いや今度出しますよ、今度出します、あのもう野菜をね、想像してもらいたいんですね、野菜をね、まだね、うん、2回しか入ってない時間を、うん、西日本衛星の時にね、そういうするよね、忘れてきた、だからちょっとね、うん、昔のオラよく言うのは、そうそうそう、しかも俺何回も同じこと聞いてんのけどそれ俺何回も聞いてるけどと思ったけど、それは言わなかったの、今だけ言ってるけど、ねね、うん、結構ね、あの回数とか言って ね、毎回同じこと聞いてるから、あれ、もしかして忘れてんのかなこの人と思ってたけど、最近見てるとこの違うの、何かやるときに普通周りを見るじゃん、あ忘れてないかなって、ケツさんは違う、はい、それを忘れるわな、この確認わかるでしょ、こう普通物持ってじゃあ忘れてないよねって一応チェックするじゃん、ケツさんは違うの、はい、しかも行った瞬間にまだ用意してないから時間までね、大体俺ちなみにね、あの飯行く前にはもうほとんど終わってます、あ本当に、うん、
あ、俺も終わってるよ、今。じゃあもう動かせる状態だと思うんですよ。もういつでも出られるんですよ。あの、一言言っていい、うん、10が15分早いんだよ、というのが。いや、それはいいんです。時間より。それはいいです。なんでかしてる？何？暇だからです、ね。暇だからね、はいはい。確かにね。そう。それはね、なんで10分15分早くしてるか知ってます、うん、今日はゆっくりだったでしょ、うん、なんでかしてる、うん、今日は暇だって分かったから、ね、明日はちょっとほら米沢寄ったりすると大体交通で2時間ぐらいかかるんだよね、こっからと。じゃあ明日昼飯、ね、米沢牛だね、のコロッケ ね、コロッケ食えねえじゃねえかな、1万円もするステーキを昼間から ね、5000円でも食えねえよ、うん、そんな変わんねえよ、太っちゃうよ、またやばいよ、太ったでしょ俺ね、太ったね、6キロぐらい太ったもん、6キロぐらい太ったって俺は3キロぐらいってね、やばいよ、俺も太ったじゃん、いや太ってないよ、吉井さん、俺太ったんだよ、これだろ、太ってないよ、見たかな、初めて見た、初めて見るけど、でもそう太ってるように見えないって、太ってるように見えないですか、普通体でね、あと一つはね、恐れずに泣いたの、だからそれ泣いたっていうのさ、寒いってさ、顔にさ、もう見た瞬間目からもう出てて、あ、この人危ないと思って、よーく見たらね、平津さんの肩にぶら下がってんの、女のが、黒い女が、髪の毛長い佐藤みたいな、で、あれ下半身ないと思ったら下半身横なんだよ、ってくるけど、あれはね、寒いとこで、ほら、あ、寒いとこね、寒いとこ来るとさ、目に来るとほら、あなたはもしかしたら、あの、ね、この間、本校のお化けに取り憑かれちゃったのかな、ね、だって、お前を旅館泊まった時に、夜中に、トントンってされたらしい。俺寝てたんだけど。ね、こんな人。それ黙ってたな、すっごい嬉しい。俺だからね、悪いけど、ビデオカメラ探すですぐ、ぐっ撮影だって言ってね。うん。いや、最近ね、ちょっとよく見るとね、あの、脳梗塞の なれそうな人って、ね、肩がずれるの、こうやって。でちなみにこっち麻痺する人って聞いてる、うん、右麻痺する人って脳はどっちが空っぽ、はい、教えてください、うん、こっちを麻痺しちゃう人って脳梗塞になって麻痺しちゃう人って、うん、脳はどっちが空っぽなんでしょう、左と右どっちでしょう、はい、こっちです、左です、逆に左麻痺の人は右が空っぽになっちゃう、全然違う、いや傾いてるの、こうなっちゃう、脳梗塞の人ってこういう風なんです、脳梗塞は、ね、早く行けば治ります、肩見てる、俺違う、いや急に治すか、俺綺麗に持ってる、俺も綺麗にバランス取ってる、そっちがそんな重くて重いよ、これ重いよ、これ持ってるの、いいよいいよ、なんこれ、これで持てるよ、俺これで持てねえから、ほら、うん、ね、そう、昔のこと言うの本当覚えてる、だから例えば昔のことばっかり言ったり、あと物忘れが多くなって、あと車乗ってる人は特に気をつけなきゃいけないのは、まず前兆は擦る、あれ最近傷が、車の傷が多くなったなって時にもう止めないと最後人殺します、ね、ね、なのでそこは皆さん家族の、僕ん家はちなみに車捨てました、もう乗せられないように車買わないで、もう車ももう廃車にしました、もうそれが一番安全、うん、乗っちゃうから、うん、まあ、田舎とかだとね、やっぱ不便だからってのはあるかもしれない、都会に住んでる人は結構もうね、70超えたら危ない、危ない、ね、正直言って、確かに、うん、車多いしね、いや最近ぶつけてんな、ちょっと傷、人もね、うん、車変わる、人やってからじゃない、うちはもうみんなで反対してね、親父はほら言ってたけど、もう車検までねって言って、車検までね、よく持ってくれたと思う、70過ぎるとあちこちぶつける、それはなんていうか、それもう反射神経がなくなって、うん、見てきてテレビ言った、あ、これ、あ、これ、これ見たの、これ、え、これ、え、手なんかある、手なんかないよ、手の上、え、手、手、どこ、どう、どこ、手、手が映ってる、手、嘘、どこにあるの、手、手なんかないよ、手ないか、どこ、どこにあって、どこ、どこにあるの、手、手ないよ、お化けの手、さっき言った、手あった？え、どこの手？なんか見せたの？やっちゃった？三本指？見せた？やばいんじゃない？うん、右側？え、左だよね。カメラに見んの？俺手だって持ってるよ、これ機材、うんうん。俺こっちは空いてるけど。うんうん、あ、なんか
え、無理じゃないのそれ。ライドに、ライドにって高校やったの。こう、あ、俺だった、ごめん。俺だ、俺。恥ずかしい。行っちゃった。じゃあ、ケズさん、こっからヒッチハイクでホテルまで。無理。何キロある？多分十何キロぐらい。11キロぐらい。11キロぐらい。歩けるし。一時37キロ歩いたことあるもんね。じゃあ大丈夫だね。歩けるね。でもナビもです。スマホがあるし。スマホ見方がわからない。わかるじゃん。もうごめん。めっちゃ寝てたよ。ね。本当ごめんなさいね、俺だった、ごめんなさいね。アルプスのね、まさかのところでした、皆さんね。じゃあね、ここで終わりますね。ありがとうございました皆さんね、どうも今日はね、失礼します。